マジ。トモジラの支流です。今回ですね、エレン&ジーク、兄と弟の、後付け解説やっていきたいなと思います。で、今回は、まあガチャキャラ、まあ全員699になるんで、特に、運極する必要ないんで、今回ガチャキャラのみの編成で、まあどのガチャでも手に入るオリオと、茨城同士とバルキリでやってます。この辺のキャラは、まあガチャを普段の方でも出るとは思うので、まあ比較的みんな持ってるキャラというか、まあ手に入りやすいキャラなのかなと思います。で、ここなんですけど、まあ打ち方としては一般的にもう、カチカチを倒した後に、テレポトンネルですね。これに対してその角度ですね。今のバトル1ですと、青に入ったら、縦ベースってよりかは横ベース。逆に、この状態だと、赤の方のテレポトンネルだと縦ベースで入るとよりハマりやすい。まあただ斜め45度でも結構いいのかなと思います。で、さっき攻撃来たみたいに、即死ではないので、もちろん2体残してしまうとダメージ食らっちゃうんですけど、ダメージ食らうというかその即死とかもう一発でやられちゃうんですけど、1体だけだと特にやられないんで、もし苦戦して時間かかっても、一体さえ処理しておけば問題ないかなと思います。じゃあ、バトル2ですね。ここも一緒で、カチカチをまず倒していきます。まあ、ここ全処理できたんですけど、もし、そのカチカチ倒した後に、あとゲージ外して下の方で、ブロ下の方でカンカンするっていう手も一つの手なんで。で、ここは最初、天使いるんですよ。クロスドクロの天使。これが、砂時計。全員がストラクションと溜まる砂時計を落とすんですよね。ただ、一ターンでこうやって逃走しちゃうんで、できるだけ天使の処理をすると、まあ、ストラクション溜めずにいけると。で、ここなんですけど、さっきあえてゲージ外したんですけど、ここもゲージ外して横間で、降りてって赤に入るっていうのも一つおすすめの手かなと。すべてゲージ決めてアンチブロックを必ず発動させないといけないっていう条件はないので。で、なるべくここのコツとして、このステージ 全体のコツとしては、なるべく弱点効果アップのパネルを踏んだ上で、壁と弱点の間に挟まると。いうのがおすすめの戦い方かなと思います。たださ、この弱点3つ今出てると思うんですけど、最初先に1つ触れてしまったら、それが、もう弱点出てしまうんで、で、別のところはもう出なくなるんで、その動いてるターン。なんで、なるべく弱点、もしこの場合だと青のところで、テレポトンネルの青の上のところで参加したいんだら、であれば、なるべく エレンとか当たらずに、ボス、中ボスに当たらずに当たると、当たらずに青のトンネル入るといいんじゃないかなと思います。あとはお兄ちゃんに任せろ。パネルはでもさっきみたいに基本 2本踏めばカンカンする形になるんで、結構ダメージ取るかなと思います。で、ここも最初カチカチを倒すと。で、カチカチを倒せばこの弱点パネルが多くより多く踏めるようになるんで、まずはカチカチもなるべく早めにもう一旦で処理したいですね。まあ、ただもう一回当たれば基本的に倒せる。で、2回踏むだけでもこのぐらいダメージは変わるんで、まあ、無理してその3つ4つ踏んで、というわけではないですね。こういう風に2手で倒すのもありでしょ。そしたら2手目とか結構ダメージを削れてるんで、1個踏んで入れば問題ないと。一方もなるべくパネルを多く踏みながら、ちょっとこれ平行に打ってるんですけど、僕個人としては斜めに打つのもありかなって。もう斜めに打ってテレポトンネルあんまり関係なし、斜めに打った上で入っていく。だから打ち方は先ほど言ったんですけど、どっちかというと大事なのは弱点パネルをより多く拾うことが僕は大事かなと思います。まあ、もちろんこうやって弱点当たらないとこんだけダメージ削れないんで。で、これ見かけなんですけど、これパネル4つ踏んだ状態でそれちょっと打つとめちゃくちゃ削れます。地面に落ちて。で、これ、ルナとかで、バフをかけてあげると、ワンパンできます。その動画も、後々、あげれたらと思うので。
でこんな感じであの水色ゲージで売ったんですけど、もう緑ゲージももうあの照明削りとか、まあもしアイテムで 10% 使ってる方いればその 10% も減るんですけども、それだけでこの緑ゲージ突破しちゃうんで。でラストですね、ここも一緒です。要領としてはまずカチカチを倒すと、でこうハマってしまうとちょっと動きづらくなるので、配置左下いるとちょっと若干きついかなっていうのは、まあ、ただここも慌てずにしっかりカチカチをまず処理すること、こういった形でカチカチを処理する。あとは弱点パネルをより多く踏んで、この4体の雑魚ですね、クロスドクロ、このキャラは4体同時処理なんで、まあこういう感じで上に上がっていく、まあ今ちょっとカンカン失敗しちゃったんですけど、下にいれば上にカンカン上がっていきながら横カンしながら上がっていって、ピンクに入ってピンクからまた出て弱点をする、もしくは上にいる場合は上の方の弱点をカンカンしてピンクに入ってそのまま下に降りていくみたいな、横カンベースで打ってもらえるといいで、今回あの友情も入るので、必ず直殴りだけじゃない、直殴りだけでしか倒せないわけじゃないんで、まあ、友情もうまく使いながら倒していけば、であと回復とかないんで、うまい具合に削れとけばあの友情だけ解けるのかなと思います。で最後なんですけど、やってみた感想としては、もちろんこれ横感しながら降りてピンクで入ればっていうところはあると思うんですね。ただ角度があまりにも浅すぎると弱点まで届かないパターンもあります。なんでそこがちょっと要注意なのかなと思います。大きく踏めたのにっていうところで踏めない、なんで僕もゲージあえて外してカンカンすることも狙ったりするのもありかなと思います。上で弱点パネル踏んでゲージ外した上でここでカンカンする、ここを何回か往復してもらうようにすると、こういう感じで斜め4とこで言うとうまくはまるタイミングがあるのかなと思います。でここもゲージ外してパネルをなるべく大きく4つ踏んだ上でここ入っていく、めちゃくちゃこんな感じで削れるんで、あえてゲージ外してはまっていくのはすごくありだと思います。なんでとにかく弱点パネルをより多く踏むこと、1回踏むだけじゃもう全然ダメージ取らないので、なるべく2個ぐらいは踏みたいです。まあ、こんな感じですね、ざっくりは。なんでまずもう共通しているのはカチカチをまずしっかり倒す、もう所定の一端でしっかり倒すことと、弱点パネルをしっかり多く踏んで入っていく、でなるべく平行気味じゃなくても斜め45度の角度で打って隙間に入ってカンカンするっていうのも一つの手なので、まあ、また別の動画でワンパンとかの攻略もできればなと思うね。ミカサも途中でワンパンできますって言ったところあったと思うんですけど、そのミカサでのワンパンの動画も出せればなと思うので、ぜひあのそちらの方を見ていただければと思うのでよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。